実はね、毎日配信予定の番組が2日ぐらい穴を開けちゃっていて、穴を開けたっていうか、まあ、意図的にね、ちょっと遅らせた日もあるんですけど、最近多いのがね、あの、ミュージックトークとして、スポーティファイ向けにね、音楽付きで配信をしているやつがあるんですけども、えー、今回は特別編です。毎日配信、ほぼね、ほぼ毎日配信の、 Spotify、えー、向けのミュージックトークサウンドトラックマイカアップブティの公開収録やろうということでやっていこうかなと。で、えっ、ー、と、Spotify では今日は10曲流します。もちろんスタンド FM では流れません。<laughs> けどいつもこういう風に収録してますみたいな感じで <laughs> お届けしたいなと思います。で、えっ、ー、と、サウンドトラックマイカアップブティの方ではいつもスマホだけで iPhone だけで録音。 編集、配信していてですね、完結、スマホだけで完結しているんですが、今日は、えー、ミキサーで録音してます。マイクをちゃんと使って録音してます。で、パソコンから配信する、編集して配信する予定ということで、いつもと環境が違います。The s u n d t r a c k Mike Up of D を聞いていただけてる方、いつもとちょっと違う感じかもしれません。音とかね、いつもと違う感じかもしれませんが、よろしくお願いいたします。ということで、で、えー、今日はね、10曲流していこうと思うんだけど、 Spotify とかで配信している方にはメールが来てたりすると思うんですけど「まもなく2023年のまとめが登場しますよ」っていうメールが来てたりします。で、Spotify さん毎年ですね、今年自分がよく聴いた曲とかのプレイリストを自動で作ってくれたり、 ポッドキャスト配信者はですね、ポッドキャスト配信、どういう人に聞かれたかっていうまとめをですね、作ってくれるんですよね。で、これが、なかなか自己肯定感を上げてくれる書き方。だから、配信が少ないってなら少ないなりに、けどこういういいことがあったみたいな感じでさ、いい風に捉えて書いてくれる。とてもね、いい,い,いまとめ、自己肯定感の上がるまとめをしてくれるので、それが間もなく登場するよということで、それはね、 それでで楽しみだなと思っているんですけどもで自分の聴いた音楽とかもねまたまとめ2023年のまとめプレイリストができますよっていうことですがえっ、ー、とその前にマイトップソングス2022202 2年去年のね1年で、えー、自分が一番聴いた曲とか Spotify のまとめっていうのがねあの通知がありましてだいたい100曲 含まれていまして、えー、と私の場合百101曲含まれていて、6時間15分っていうのがね、作れる。これ、あの人によって違うリストになると思うんですけども。で、これから、えー、もう本当に頭から10曲今日は流そうかなと思ってます。で、面白いのが、えー、Apple Music でもですね、同じようにあのまとめっていうのがあるんですけど、Apple Music はね、2023年はもうずっとあるんですよ。もう、で、日々日々変わっていく2023年のプレイリストがあるんですけども、 あの曲の傾向が違ってさ自分の。でまあ使ってる日数年数はアップルミュージックの方が多いんであのまあ昔からよく聞いてるね昔よく聞いてた曲とかは Apple Music の方がね多いんですけども Spotify はこのサウンドトラックマイクアップオブティの曲選びをやったり で、あと曲順を悩んでね、どうしようっていうことで何回も聴いたりするので、このサウンドトラックマイカポブで今まで流した曲が多いです。その中で、ああ、こういう曲がよく聴いたんだっていうのが上がってきて面白いですね。で、えー、どちらだと思ったより方角が多くって驚いていたりします。ね、で、なんだろう、Apple Music はさ、昔聴いてたやつとかをね、よく くく感じが自分の中では多くてで昔は洋楽ばっか聴いてたんでやっぱり方楽はねちょっとねスポティファイの方が多いなぁと思って傾向が違うんですよね皆さんどうですか両方にねあの今年よく聴いたね曲のリストとかできると思いますけど両方使ってる方は見比べると面白いんじゃないかなと思いますはいということで、えー、今日はですね私のマイトップソングス2022からもう頭から10曲流していきたいと思います これ一番聞いた順なのかな聞いた順だとしたらちょっと自分の中でも面白いんですけど、ただね、本当は10曲、もうちょっと流したいところはあるんですけども、あんまり流しすぎてもと思って10曲流します。まず1曲目です。クジラと春ので、キャラメル。はい、ということでキャラメルという曲を流しております。えー、今、スタンドエフムを聞いてる方には流れてないんですけど <laughs>、いつもこういう風にね、あのー、曲紹介をして、 曲が流れるよという体で曲明けのところから話す感じです。はい。ということで、キャラメルという曲をお届けしました。私ね、クジラっていうね、あのアーティスト。これあのー、なんだろう。ボカロ P の人だったのかなもともとね。で、クジラさん自体も歌うんだけど、すごくなんか好きで、はい。確かによく聴いたかもねっていう曲ですね。えー、続いても方角でした。キングヌーで、雨さんさん はい。キングヌーのアメさんさんという曲です。これなんかのドラマの主題歌だったような気がしますね。はい。続いてもなんか方角で、なんか方角多かったんだよなちょっと意外ではあったんですが。えー、で、コラボ曲とかも多いような感じだな。はい。次の曲です。えー、神はサイコロを振らないっていうバンドですね。この神はサイコロを振らないっていうバンドも、えっ、ー、とね、私、アインシュタインが好きなんですよ。 アインシュタインの言葉からのバンド名なのでなんとなくなんとなくその辺で補正かかって好きだったりするんですけども「で神谷サイコロを振らないとリンネ」っていうねラップアーティストが参加しています神谷サイコロを振らないとリンネで「六条の電波塔はい六条の電波塔ですねあれこれはアニメサッカーアニメ「アオアシ」の主題歌かエンディング曲だったかなっていうような気がするが 青足ね、サッカー漫画が好きなんですけど、それのアニメ、化されたやつね。あれアニメもう終わって続きにならないのかな全然本当の原作は続きがいっぱいあるんだけどね。えー、で、続いても <laughs>、方角ですね。しかも2回目の登場、キングヌーでカメレオン。はい、えー、キングヌーでカメレオン。キングヌーが2曲入ってましたね、上位にね。えー、あ、そうなんだ。まあ、キングヌーだけど最近曲出して、 ななんか出してたのこ,の、ねはい、でここまで4曲方角でしたね。あ、そうなんだと思いながら次は、えっ、ー、と、方角ではないです。あれ、この方どこだったかなイギリスだったかアメリカだったか知らましたけども、オスカー・ジェロームという方ですね。えー、ジャズに含まれるのかなオスカー・ジェロームで Why you saw green with envy? オスカー・ジェロームは、えと、ー、 これ、スポティファイのさ、このアーティスト紹介がさ、きちんと書いてある時ときと、全然情報がないときとね、差がでかいのよね。ああ、やっぱり UK ですね。イギリスのアーティストでしたね。オスカー・ジェロームですね。はい、イギリスのアーティスト、オスカー・ジェロームで、Why You So Green With Envy という曲でした。えー、続いても海外のアーティストですね。えー、これは、この方は、 と、アメリカだったような気がするが、するが、載ってない。すっごい情報が少ない。とね、そういう時はね、あの、わ、このアカウントは存在しません。いや、あの、Spotify から X、まあ、Spotify の中ではまだ Twitter って書いてあるんだけどね。X のリンクがあったので踏んだらアカウントが存在してませんでしたね。これはアーティスト自ら辞めたのか。 それともバンを食らったのかちょっとわからないけどねはい、えー、ちょっと出身がわからなかったけどアメリアムーアという女性アーティストですアメリアムーアで「I Feel Everything」はいアメリアムーア「I Feel Everything」ですいつもはねこうスマホで撮っていてこの曲紹介のあとちょっと自分の中では休憩があってその時にねいろいろ調べたりするんですけどこう サンド FM で配信中だからね。あんまり、えー、<laughs> 黙って調べるのできないね。はい。続いてもう7曲目になりますね。これも日本のアーティストなんですけども、ジャズナンバーですね。ジャズなのかなじゃ、ん、<laughs> ジャズ、うんと、インストルメンタルの曲です。リキッド・ステラで、歌方。はい。えー、リキッド・ステラの歌方という曲ですね。えー、このアーティストも結構好きなんですが、 が、続いては、この急にちょっと、次はちょっと変わります。ジミ・ヘンドリックスですね <laughs>、えー。ジミ・ヘンドリックスの古い曲です。ジミ・ヘンドリックスで、ブードゥ・ーチャイルド。はい、えー、ジミ・ヘンドリックス、ブードゥ・ーチャイルドですね。いきなり入ってきましたね。えー、続いて9曲目になります。これも、ドラマ、ドラマというか漫画、アニメ、青足の、これはオープニング曲でしたね。えー オープニングで何曲かある途中に2回目ぐらいの2回目ってなんだ <laughs>、えー。お送りしたいと思います。アレクサンドロスで無心拍数、アオアシーバージョン。はい、アレクサンドロスの無心拍数という曲ですね。アオアシはね、あのー、漫画でなぜかボロボロ泣いちゃう自分がいるんですよ。これがむ、よなぜかね、あのー、め 他に泣かないんですけどドラマとか映画とかを見てね。あ、おわしは泣けるんだよな。泣けるのはね、いくつか。だいぶパターンは分かってきましたけど。はい。えー、ということで、続いて最後の曲になりますね。えー、これまた古い曲になりました。えー、クリームで、クロスロース。はい。ということで、マイトップソングス2022から10曲流しました。はい。えー、ざっと言うとキャラメル。 クジラのキャラメルとキングヌーアメさんさん神谷サイコロフラナイトリンネで6畳の電波塔キングヌーのカメレオンオスカー・ジェロームの Why You So Green With Envy アメリアムは I Feel Everything リキッド・ステラ・歌方ジミ・ヘンドリックスブード・チャイルドアレクサンドル・スム・シンパクスクリームのクロスローズと新旧擁抱問わずな感じですけども個人的にはまあな,なるほどなっていう納得な感じです 私の、えー、ザ・サウンド・トラック・マイ・カップという、まあ、こんな感じあ、表してるかなという感じですね。このだけで11曲目以降もね、プライマル・スクリームとか、マンデー・ミチルさんとかですね、キーファーとか、クイーン、ジェームス・ベイとか、この辺ね、えー、まだまだ流したいんですが、久々にこのマイ・トップ・ソングス2022聴いてたら面白かったですね。これの2023年版がもうすぐということで。 曲とかって聞きます音楽って聞きますかねなんか聞かない人はもう聞かないね、えー、っていう場合も多いかなと。あと、ある一定の年齢を超えると新しい音楽あんまり仕入れないっていうねデータもあったりして古い昔好きだったやつを何度も何度も聞く傾向があるみたいなことありますけどこのねポッドキャストで音楽紹介をさせていただいているおかげでというか新しいねアーティストとか曲にも うんとやっぱりアンテナが張ってですね。あのー、個人的にすごく楽しいんですよ。なので、まあ、リスナーが多いか少ないかといったらそんな多くはないんだけど、あのーまあ、自分のために楽しんでね、配信している番組です。The Soundtrack Mike Up o r t Spotify では音楽付きで配信してますけども、Spotify のね、えー、無料ユーザーは30秒しか流れないんだったかな。で 有料契約、スポットファイのプレミアムに入ってる方はフルサイズで流れると。これも、ね、自分がもう、スポットファイプレミアムに契約してるから、流れるもんだと思って全部ね。で、自分が結構よく聴いていて、音楽付きはね、自分のやつを。人のやつも聴くんだけどね、自分のやつもよく聴いてたりして。はい。たまに古い、ランダムにね、前のやつを流したりすると、あの、楽しかったりするなという楽しみ方をね、してます。自己満足な番組ですが。 まあ,ただね、あの音楽付きのスポティファイのバージョンを聴いてる人がねすこぶる少ないのよみんなだから音楽なしのスキップミュージックバージョン聴いてんだと思っているんですなので本当はね最初の頃は音楽紹介を中心にやってたんだけど音楽だけだとそうそうねあんまり音楽流さない流す せない番組を聞いてるエピソードを聞いてる人にとってはね音楽紹介だけされてもなっていう感じもあるんでこう音楽以外の話も交えながら途中からやってるんですけどもただねあの金曜日毎週金曜日はあの新曲が出やすい曜日なので特に海外のね毎週金曜日は「ニューミュージック・フライデー」っていう形で音楽紹介新曲紹介中心に流しているエピソードがね毎週あるんですけども それね、再生数が良くって。あれ音楽紹介でいいのみたいな。まあ一応ね、その、あの、スキップミュージックバージョンの時は、曲数が多い時はね、プレイリストを作って、概要欄にリンクを貼ってるんで、まあそれでリンクでプレイリストを見ながら聞くことができるからね。うん。その Spotify で聞かなくても、Spotify で有料契約とかしなくてもね。一応、プレイリストはね、あの、 有料無料版でも聞けるんで、まあその辺ね、まあいろんな、どういう聞き方をしてるのかちょっと気にはなるけどね、そんな形で楽しんでいただければな、というふうに思います。まあということで、あの、じゃサウンドドラッグ、マイカップオブティ、今日はちょっと公開収録っぽい感じでお届けしましたということで、ポトフでした。じゃね